西名義夫、西名義夫、西名義夫、1890年、明治23年12月6日から1951年、昭和26年1月10日は、日本の物理学者である。岡山県浅口郡里省庁浜中の出身。日本に、量子力学の拠点を作ることに尽くし、宇宙船関係、加速器関係の研究で業績を上げた。 日本の現代物理学の父である。死去から4年後の1955年、原子物理学とその応用分野の振興を目的として西名記念財団が設立された。この財団では毎年原子物理学とその応用に関して著しい業績を挙げた研究者に西名記念賞を授与している。 ニールス・ボーアのもとで身につけたその自由な楽風は、自由で活発な精神風土を日本にもたらし、日本の素粒子物理を世界水準に引き上げた。西名の主催する研究室からは、多くの学者が巣立っていった。1890年12月6日、岡山県浅口郡里省庁浜中で、父、西名尊城と母、常の四、男として生まれる。 三人の兄と四人の姉、一人の弟がいた。子供の頃は、洋館好きで、夜中に起きて、母の常に作らせていたという。新城尋常小学校、小石高等小学校を経て1905年、岡山県立岡山中学校に入学。在学中は、テニス部に所属し、5年時には、首相も務めた。1910年に、主席で同校を卒業。 無試験で、旧制第六高等学校の校歌に合格し、9月に入学した。在学中は、六幕園に苦しみ、2年時には1年間休学して、教理で西洋をした。3年時には二部、校歌、理科、農家の運動部監督を務めるなどし、また特待生となっている。1914年、主席で六校を卒業し、東京帝国大学の校歌大学、現、 工学部電気工学科に入学。翌年2月に、岡山県出身の学生のための正義塾に入居したが、4月5日に発熱し2年次への進級を断念した。この後、芝区城山町、現、港虎の門にあった時計の家に転居し、卒業後まで過ごす。3年次の芝浦製作所での実習などを経て、大学院への進学を決意する。 1918年7月9日に大学を主席で卒業し、翌日から理科学研究所、理研の研究生になるとともに、大学院校科に進学し、くじらいつね教授の研究室に入った。1920年に理科学研究所の研究員補となると、翌1921年には2年間のヨーロッパ留学が決まり、4月5日に神戸校を出て、 日本郵船の北の丸で、丸星優に渡った。最初に、ケンブリッジ大学、キャベンディッシュ研究所に滞在し、翌1922年11月に、ゲッティンゲン大学に移った。ここでは、物理学は十分に成熟していて新たに取り組むべき問題は、もはやないと、俗への手紙に書き、科学技術の底上げのために帰国後は元部を本格的に研究することを考え、 ラジコンなどに興味を示した。11月12日に母、常が亡くなり、これが留学期間の延長を後押しする要因の一つとなった。ニールス・ボーアの講演を聞いて、物理学の新しい分野の研究に興味を持ち、1923年4月にコッペンハーゲン大学のボーアの研究室に移った。ここでは研究員として五年半過ごし、1 9 2八年には、 オスカル・クラインと共に、コンプトン散乱の有効断面積を計算して、クラインイコール、ニシナの公式を導いている。同年10月に、コッペンハーゲンを出港し12月25日に、横浜港に到着、7年半ぶりに帰国した。ニールス・ボーア研究所では、東京帝国大学の木村健二郎と一緒だった時期があり、共同で研究も行っていた。これが起源となって、 後に、人工放射能に関する共同研究を行い、国際的に高い評価を得ることになった。帰国後は招待してくれる大学がなく、理研の長岡半太郎研究室に所属し、1929年には、ベルナー・ハイゼンベルク、ポール・ディラックを日本に招いている。1930年11月東京大学より、理学博士。論文は、オンザイル。 アブゾアプションスペクトラオブザエルメンツフロム s n 2 w ゼアリレーション t i o n s to the a t o チューションよりタングスンに至る諸元素の l 級シュ集スペクトル並みにその原子構造との関係について1931年7月に理研で2種な研究室を立ち上げ当時国内では例のなかった量子論原子核 X 線などの研究を行った 翌年に中性子が発見されると、X 線の代わりに宇宙線を研究対象に加えた。1937年10月にボアを日本に招いている1937年4月には小型27インチのサイクロトロンを完成させ、そしてその小型サイクロトロンで1939から1940年に実験を始めた。1939年2月には200トンもの。 大型サイクロトロン本体を完成させ、1944年1月から実験を始めた。1935年、理科学研究所に原子核と放射線生物学を研究するために、三井法音会、東京電灯株式会社、日本無線電信株式会社等の寄付で原子核実験室が設けられた。1937年に西名が主導して、 日本で最初の26インチ小サイクロトロンが完成した。少し遅れて大阪帝国大学でも24インチサイクロトロンが完成した。京都帝国大学でも建設が計画されていた。立憲では小サイクロトロンを使用した研究が盛んに行われるようになり、数々の成果が得られた。具体的には研究者グループが手分けして周期率表上の幻想、K 及び 中茂各種、気度類各種、重各種に分け、中性子で照射して放射性各種の性質を調べた。また、他のグループは解雇に中性子とガンマ線の混合放射線を当てて生物への影響を調べた。西名は、小サイクロトロンが完成する頃から、より高エネルギーの粒子ビームが得られる、大サイクロトロンの建設を構想していたその頃、カリフォルニア大学のアーネスト・ローレンスのもとに、 留学している、ネリオ基地から、ローレンスも大型サイクロトロンの建設を計画しているという情報がもたらされた。サイクロトロンの主要部分である、電磁石は日本で注文するより、アメリカの海軍交渉に2台まとめて注文する方が安くなることが分かったので、ローレンスに依頼して、利権の分を一緒に注文してもらうことになった。当時、60インチのサイクロトロンは、 世界最大であり、カリフォルニア大学と利権の2台のみであった。電磁石は1938年中頃利権に到着し、1939年頃、一応組み立てが終了したが、予期したような性能が出なかった。ローレンスのところではすでに完成していたので、情報を得るため1940年、利権から矢崎溜一、渡辺多祐星、飯森武雄の3名が、 ローレンスの元に派遣された。当時はすでに日米関係の悪化が始まっていたため、ローレンスには会えなかった。サイクロトロンの見学は許されたが、設計図のコピーをもらう約束も取り消しになった。利権では3人が持ち帰った情報をもとに、大改造を行うことになった。性能が出なかった理由は、真空技術が未熟なため、加速箱の真空度が良くなかったことのほか、 最大の理由は、小サイクロトロンと同じように、半円形空洞電極と発信機のグリッドを、トランスを介して、電磁的に結合したため、十分な電圧をかけられなかったためである。小サイクロトロンでは、粒子の速度が、比較的、低かったので、相対論的な質量の増加を考慮に入れる必要が、なかったが、大サイクロトロンの場合は、粒子の速度が大きくなってくると、 相対論的な質量の増大が無視できなくなり、加速電圧に対して粒子の移相が遅れてくる。遅れが π に達するともはや加速できなくなる。これを回避するためには D により高い電圧をかけなければならないが、詳細クロトロンの時と同じ方法では困難なので、ムラムダ4同軸共振管の先端に D を取り付ける構造を取ることにした。この構造は、 コロンビア大学のダニングとアンダーソンが考案したものである。1943年11月頃から調整に入り、1944年2月15日、空気中に引き出したプロトンビームが紫色に光るのを肉眼で確認できるまでになった。それ以後も調整を続け、7月頃から実際の研究を始めた。その頃行われた研究は次の通り。ただ、 研究の準備段階のためか、素粒子の先端研究にはほど遠かった。この当時の素粒子の研究は、高エネルギー反応である、宇宙船にまだ頼っていた時代である。1945年4月13日の東京大空襲で、利権の大部分の施設が被災した。大サイクロトロンは、被災を免れ、運転を続けたが8月15日の終戦とともに、停止した。 同年11月、大小二代のサイクロトロンは GHQ によって東京湾に投棄された。GHQ によるサイクロトロンの投棄の行きさつは福井修二が衝述している。西名は、米国の科学技術が進んでいることから、日米海戦、太平洋戦争には反対していた。一方、1938年、昭和13年に、オットー・ハーンとリーゼ・マイトナーらが、 原子核分裂を発見し、膨大なエネルギーを得られることが判明。原子爆弾の理論的可能性が浮上しつつあった。西名は、1939から1940年、8酸化酸ウランに高速中性子を照射して、ウラン237を発見したことで93番、元素であるネプスニウム237ができていることを示し、マタルテニウム、RU、ロジウム、 RH, パラジウム PD, 銀 AG, カドミウム CD, インジウムイン、スズ、SN の7元素の生成物によって対象核分裂を発見した。なお、ネプツニウム237は核兵器の爆発によって生成されることが知られている。1940年、昭和15年4月。 安田竹尾陸軍航空技術研究所長は雑誌などで紹介されている核分裂に注目。陸軍航空本部付きの鈴木達三郎中佐にウランを用いた新型爆弾の開発研究を命令した。鈴木中佐は東京帝国大学の佐賀根良吉教授の指導の元に1940年10月報告書を安田中将に提出した。安田中将は 東京理科学研究所の大川地所長に秘密裏に研究を依頼して、大河内は西名研究所に研究課題を託した。このことにより1941年春頃、西名研究所で原子爆弾の理論的可能性の検討に入った。1942年に海軍技術研究所でも原爆研究、原子核物量用の研究がめられた時に、西名は長岡半太郎と共に、 理研の代表で参加したが、西名は陸軍に依頼されていたので、積極的に発言をしなかった。1942年12月8日の開戦記念日に、西名は理研の宇宙船研究グループにいた、竹内正樹研究員を原子爆弾研究に誘った。1943年2月28日、竹内研究員が数値計算の報告書を提出して、理論は 実現に近づいた。海軍の原子爆弾の研究は解散したが、アメリカで原子爆弾開発、マンハッタイ計画が始まった翌年1943年、昭和18年5月頃、西名研究所は、ウランの分離によって、原子爆弾が作れる可能性を報告書によって軍に提示する。陸軍は、この報告に飛びついて、陸軍航空本部の直轄で、研究を続行させる。 ニシナは、若く優秀な科学者を集めるために、陸軍より、招集解除の特権を得て、木越邦彦、玉木秀彦、竹内正樹などの研究員を集めた。この年から、利権のニシナ研究室が中心になって、原子爆弾の開発が行われることになった。この開発は、ニシナの2から2号研究と呼ばれた。しかし、結局、1945年、 昭和20年のアメリカ軍の空襲、日本本土爆撃によって設備が消失し、日本の原爆開発は、ついえることになる。またサイクロトロンは、戦争のために活躍することなく、日本の原子爆弾開発を参照。連合国軍最高司令官総司令部、GHQ、スキャップによって11月に、サイクロトロンは、東京湾に投棄された。同年8月6日、 アメリカ軍によって広島市に新型爆弾が投下されると8月8日に政府調査団の一員として現地の被害を調査しレントゲンフィルムが観光していることなどから原子爆弾である断定政府に報告した。これが日本のポツダム宣言受託への一員となった。引き続き8月14日には8月9日に2発目の原爆が投下された長崎でも 現地調査を実施し、原爆であることを確認している。また、終戦の日8月15日のラジオ放送において、原子爆弾の解説を行っている。一方で、西名は、科学の啓発雑誌として、戦時中も刊行されていた、図解科学の監修者でもあり続けた。1940年11月、後期2600年の記念行事の一環として、 理研は球団軍人会館で一般人に向けた講演会を開く。そのうち目玉の企画は、西名義夫の放射性人間の公開実験であった。実験は人工の放射性物質を人に飲ませて放射線を測ってみるというものである。サイクロトロンで重水素の原子核を加速し岩塩に衝突させて得られた放射性のナトリウム二十四を西名は一般にわかりやすく。 キャッチーな、食塩、食塩人工、ラジウムと言い書いているが、これを 0.1g 水に溶かして、西名研究室の小遣いであった、加藤や太郎に飲ませた。物質が吸収され、血中をめぐって全身に行き渡ると、全身から放射線を発する、放射性人間となる。ガイガーカウンターに手をかざすと、バチバチと、機関銃のような音を発し、手から放射線が出ていることを実演した。 また、食塩人工ラジウムを溶かした水を吸い上げた植物から発する放射線や謎に満ちた宇宙線も音に変えて示す実験を行い、これら科学手品のような平易な科学講演は観客に好評であ。1946年11月に理研の所長となり、同年文化勲章を授与された。1948年2月には理研が解散し、3月に 株式会社科学研究所、現在の科研製薬が発足すると、初代の社長となった。後に、学士委員会員、日本学術会議第一期副会長を務める。だが、戦後になると体調を崩すことが多くなり、病院での検査の結果肝臓癌と判明した。この癌の原因については、当時は未知の部分が多かった、放射線などの研究を戦前から、長年行っていたことや、 原爆投下直後の広島、長崎に入手し被爆したことを要因と考える説など小説がある。そして1951年1月10日、60歳で没した。故郷の里省庁には業績を記念した西那会館がある。1990年12月6日に日本で発行されたラジオアイソトープ利用50周年を記念した切手には西那の肖像が描かれている。 クライン、ニシナ公式、理科学研究所時代の弟子からは慕われ、親方と呼ばれた。ドイツ滞在中に、励ましの書簡を送られた、浅永慎一郎は、ニシナを、温かく親しみやすかったと評している。また、湯川秀樹は新粒子予見の際に、ボーアから批判を受けたが、ニシナはこれをかばい、後に、湯川は、非常に鼓舞されたと語っている。 弟子の西名への表、朝永坂田をはじめ、ソリウシロンや物性などを日本に根付かせ世界レベルの研究が多く出た点でも名高い。弟子関係を中心とした年譜なお月のクレーター西名は彼にちなんで名付けられた。西名の直径は約6 5トルで緯度 44.6S、経度170.4ワットに位置する。 また理科学研究所が3回の生成に成功したと発表した113番元素について命名権が得られた場合の案としてニシナにちなんだニシナニウムなどが検討された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。